こんにちは、森です。カメラマン山ちゃんです、はい、今回も湘南銀河大橋ゴルフにやってきてます、はい、ありがとうございます、はい、の練習場内にあるバンカーの練習するところなんですけど、うんうん、まあ、前回がティーショット打って右の傾斜に行っちゃった時、うん、はい、でスタンスは平らですっていうところのちょっと打ち方だったんですけど、まあ、今回ちょっとバンカーで、うん、これもねあるんですよ。ちょっと頑張って打ったおいい距離っていう時に、まあ、バンカー入っちゃいました。これ痛かったな、これ痛かったバンカーあとちょっと超えたのにっていうのがこれです。これはあれのキワキワでこうドゥンっていっちゃうやつ。そう、あと1ヤードそうそうそうでしょ。そう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 、はい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 、マジみたいな、ちょっと噛んだみたいな、うんうんうん、読み誤ったか風がみたいなやつです。はいはいはい、はい、これね、そう実際に私だったらもうなんか半分諦めみたいな感じです。出たらラッキーみたいな状況。あ、プロとかお上手な方でもやっぱこれはそうなるんです。考え方としてはそうなるんですね。なんか結構これでなんか余裕でやり方しててボンって出せるイメージがあったけど、でもやっぱりこう出ない時もあるってことですね。出ない時もある、まあ、男の人だったら腕力あるからもしかしたら砂の抵抗に勝ててとか。そっかそっかそっか、そっか。私はもう半分諦め、思い切るって言うけど、まあ、超えたらいいなっていう、うんうん、まあ、最悪当たって転がっていいラインに行ってくれたらいいなっていう感じ。でも諦めはしないってことでしょ。諦めはしないですね。オッケーです、オッケーです。じゃあ、まあ、とりあえずこうなった時に、うん、そもそもその分かんないんですよ、そのどう打つのチャレンジするのかっていうのが、うん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 、この状況だったらもうボール半分待っちゃってるんで、もうほぼなんか目玉みたいな状態になっちゃってるんですよ。なのでフェース開いちゃうと砂の下入っていかないんで、めっちゃフェース閉じちゃうって感じ。十字方向って感じ、時計の針って言ったフェースが十字方向、2側が十字方向、うん、って感じ。わ、閉じるね、はい、うん、閉じちゃう、そう閉じて、まあ、できるだけこう手を動かさないで手首支点にヘッドだけこう上げていく、いやコック使って上げていくみたいな感じですね。そうすると、まあ、手の運動量は小さいけどヘッドの運動量は大きくなるから、確かに伝えられる力が強くなるって感じ、うんうん、あとはもう負けずに振り切れたらいいなっていう感じ。振り切るんだ、これも、はい、振り切れな、ま、いいような感じがするけど、振り切る意識を持つだけで、物理的には多分砂の抵抗ありすぎちゃって振り切れないんですけど、うんうん、こいつもあるし、うんうんうん、ただ振り切る意識、ここでバーンって止めないようにはするっていう感じです。うん、ワンちゃん、これヘッドはどの辺に入れていくんですか。ヘッドは、入れていくとこはあんまり意識しないかな、まあ、ただヘッドだけこう上げていくから自然とボールの手前には入ってくるって感じで、それを手前に入れようとすると止まっちゃう可能性あるんで、こう入れるところに意識がいっちゃって。ああ、そっかそっか、振り抜きがね。あ、そうですそうですそうです。まあ手前に、うん、親指1本分ぐらい手前に入れてあげる感じ、イメージは。ただ入れることよりも振り切ることの方が優先順位としては高いので、どっちも意識できたらいいなっていう感じ。ボールの位置はあれなんですね、左足ぐらいになっちゃうかな。この状態だと足の真ん中持っていこうとした時に、はい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 、こんなところに足つかなくなっちゃうから、うん、でも真ん中よりは左足側 になりますね。前にあった方がまあいいってことですね。ほぼ真ん中あたりが本当はいい。あ、本当は真ん中あたり、はい、ただその傾斜の度合いによってこう右足置けるところも変わってくると思うんで、うんうん、っていう感じかな。すごい格好になってるけど実際打ってみる。よし、まあ半々ってことだね。はい、やり方は合ってるけど出るか出ないかはちょっとやってみないと、うん、やってみないと分かんないって感じ。あ、これど今どこ狙ってるんですか。それ。あ、もうそれっていうかもうこれあっちでもあっちは多分出ないね。こっち。オッケーです、オッケーです。ここに出ればもうラッキーって感じ。うーん、わかりました。じゃあやる、お願いします。よし、よし、へい。いや、やば。足こっちにしとこうか。お。うっ。ちゃったいや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 、出るか出ないかの中で。あ、でもあんだけ強くっても、うん、こんなもんやっと出たみたいな。やっと出たら多分その辺の3ヤードぐらいのとこしか行ってないですよね。もうこれラッキーって感じ、うんうんうん、イエイってだよね、そうだよ、ね、超ルンルン。おーい、いや、わかりますよ。そうそうそう、いや結局これいいとこに落ちたとしても、うん、僕なんかこっからまた
寄らないじゃないですか、バンカーなんて、うん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 、出せるかもわかんないじゃないですか、うんうん、出ればラッキーですよ、マジで。出ればラッキーさ。でもそのやり方が分かっただけでもちょっと絶対いいと思う。可能性をね、ちょっと増やしたくて、やり方が分かんないまま、なんか こうかなっていう。はい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 。かまあ、ルール改正にニラ罰して出すっていうのも、あ、考えたことありますある。いやだってさ、結局一緒じゃんみたいな、うん、そうそうそう、あのこっち戻ってね、出なかったってことを考えたら、しかもいいところから打てるでしょ。そう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 、女の人とか特にそうですよね、もっとこう華奢な方とかは、うん、絶対、ね、今の人なんて言われたら初めてやった子とかね、もう最初からニラ罰でやってあげた、まあ、1回チャレンジしてとかね。あ、そうですそうです、1回だけやらせてあげて、ね、まあ、経験値としてやってっていうのはありかもしれないけど、まあ、普通に回ってる人は今みたいに打ってあげれば、うんうんうん、砂の抵抗に負けずにっていうところかな。ちょっと言うの忘れた、短く握ってあげる。あげた方がそのヘッドを扱いやすくなるんで。ちょっと最後に復習があてらもう一球いってみようよ。もう一球、うん、はい、じゃあまた。ひど、短く持ちます。足場はちょっと構えやすいところに、ボール真ん中、フェース閉じて、あとは思いっきり遠慮なく、よし、振り切る、いくぜ。いや、うまいよ。だあ、つながった。さすがですね。はい、砂まみれです。はい。はい、こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと次の動画も。はい。ちょっとバンカーに、はい、ここ映っちゃったんだよねっていうやらさせていただきたいと思います。すごいとこでやってんな、はい、はい、じゃあそんな感じで、あのレッスン動画のネタも、はい、絶賛募集してますんで、はい、ぜひご協力お願いします。ちょっとこれ聞きたかったなみたいなのあったら、もうコメント待ってます。できる限りお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。